はい、本日はですね、僕のオリジナルブランドジャパンメディアの売上を発表していきたいなと思います。こちら、まあ、毎月恒例の売上発表になってはいてるんですけども、皆さん本当にいつも応援していただいてありがとうございます。今月からはこの新作の今履いてるパンツとかであったりとか、マウンテンパーカー、これ早い方にはもう多分行ってると思うんですけどもね、予約していただいてる方とかにはもう行ってると思います。まあパンツはね、また来月やからまだなんですけども、まあ、そういったところでご紹介していきますので、まずは早速売上からいきましょう。はい、それではね、見ていきたいなと思います。僕いつもね、これ見るときが大体初見です。大体こんなもんやろうなぐらいは知ってるけど、正確な数字は知らないんで見ていきたいなと思いますが、ちょっと電波が悪いんですかね。また出てこない、出てこない、あ、出てきますね。2022年、7月の売り上げを発表していきたいなと思います。なんと551万550円ということで、皆さん本当ありがとうございました。もうほんまにね、この数字って僕からしたらでかくなりすぎてて、どれぐらい売れてるのかってあんまわからないんですけども、まあ、毎日に計算していくと大体10万なんぼから、まあ、10万から20万円の間、こう毎日ずっと売れ続けてるということでね、本当に今こうやってファンになっていただいたりとか、興味持っていただいている方のね、おかげで成り立ってます。最近やったら結構プレゼントも多いんですよ。女性が彼氏とか旦那さんに向けてプレゼント買っていただいているって方も多くてね、本当ありがとうございます。次はね、気になるランキングいきましょう。ランキング、さあ何位になってるのかというと、まあ、月計算で見ていくとですね、あ、ちょっと落ちました、残念。2022年7月は35位ということで、もちろんそれでもね、本当にすごい数字だとは思うんですけど、まあ僕はやっぱりもうちょっと上をね、目指していきたいなとは思ってます。っていうのも、去年とか見ていったらほんまにとんでもない数字なんですよ。4000位とか5000位とかね、ベース時代が140万ショップあるらしいんですよ。140万のうちの37までね、来れてるっていうのは、35か、来れてるっていうのは皆さんのおかげで、やっぱりそんだけ売り上げがあると、ちゃんと追加発注ができるんですよね。ほんで、まあこういうの追加発注して工場さんにお願いしますって言って、僕も工場は全工場行ってますから、ちゃんと自分の目で見て、自分でちゃんと交渉させてもらって、で、お互い納得した上で依頼させてもらうと。そしたら、お給料にもなるし、どういう人が作ってるかって僕は顔知ってるからね、やっぱもう負けてられへんとかね、やっぱりしっかりこう喜んでもらいたいと思って、こう皆さんに魅力を伝えていくわけなんですけども、この月550万、まあ、年間にしたら大体6000万ぐらいになるんですかね、このままいけばね、っていう数字って、やっぱりほんまにね、僕一人ではできないんで、全部職人さんとかに依頼させてもらってね、できてます。本当ありがたいなと思って、で、それを興味持っていただいている方のおかげなんで、本当いつも言いますけども、本当ありがとうございます。次はね、皆さんのレビュー、せっかくレビューいただいてますので、どういうレビューがあったんかっていうのをご紹介していくんですけど、まずはキーケースですね。無事届きました。素敵なラッピングまでありがとうございました。ということで、多分これおそらくね、娘さんにプレゼントされたお父さんやったと思います。僕もね、直接連絡何回かさせてもらったんで、もしラッピングとか欲しい方はね、財布とキーケースはね、多分嫁さんがやってくれてると思います。後のやつはないと思うんでね、またちょっと商品ページから見てください。で、それ以外にもね、キーケース、お手頃な値段だし購入させていただきました。今後はキーケースは初めてなので、毎日使うものだから変化が楽しみです。ということでね、喜んでいただいております。それ以外にやったらネックレスとかでね、大変気に入っており、家宝にしたいと思っておりますということでね、喜んでいただいてよかったです。水のっちさんですね。で、その次がですね、対応が早くありがとうございましたということで、想像通り安っぽくもなくシンプルだけどさりげなくていい感じに見えますということで、 10g と、軽いのでとてもつけやすいですということで、まあ確かにね、あんまり凝ったりすることはないかもしれないですね。そんなに重くないんで、普段ね、ネックレスとか指輪とかつけない、やがて40歳になりますと、今まであんま興味もなくてチャラチャラその嫌やからってつけへんかったんですけど、ちょっとまあアクセントに気分につけてみようかなということで、購入して出会えたということがいらっしゃったり、輝きがとても綺麗で、いいアクセントになってくれてますって言って喜んでいただいたりとかしてて、まああんまね、ジャラジャラちょっとチャラいのはあれなんですけど、まあチラッとね光るぐらいやったら、今僕もねこうやってつけてるんですけど、こうチラッと光るぐらいやったらね、まあそんないやらしい感じもないし、大人の男性の方やったらね、合わせやすいんかなとは思うんですけど、他にはね、 T シャツですね。 T シャツも、この度は素敵な T シャツありがとうございましたということで、来た瞬間に最高の着心地でテンション上がりましたということで、テーラード T シャツが大好きで、スビンコットン製の T シャツを10枚以上持っていますが、こんなに分厚い重量感のあるスビンコットンも初めてですということで、僕もね、日本の全工場みたいな中でここが一番分厚かったんですよ。だからここにね依頼したんですけど、これに関してはね、ちょっと T シャツもロンティもそうなんですけど、もう廃盤になっちゃうんですよ。で、廃盤になっちゃって、理由とかちょっと一応コラムとかで喋ってるんで、下動画説明欄にあれば貼ってるんですけども、ちょっとそういった理由で今出てる分でもう一旦廃盤という感じなんで、もしね気に入っていただいてる方がいらっしゃったら本当申し訳ないんですけども、まあいろんな事情によってちょっと廃盤になっちゃうということで、まあ僕も気に入ってるやつだったんでちょっとショックなんですけど、まあそういったことで、他にも、いやーびっくりしました、着心地の良さ、肌触りに、感動しましたということで、喜んでいただいて嬉しいです。ロンティも、購入したいと思いますということで、半袖とロンティはね全く同じ生地で、あと袖があるかないかだけの違いなんでね、まあ気に入っていただいて嬉しいなと思います。で、ボディバッグもね、 S 前対応にいただきありがとうございますということで喜んでいただいたりとか、ちょっと手入れがねめんどくさそうやなと思ってたんやけども、ガンガン使えるということで購入しましたと。で、実際これ手入れいらないですよ。僕全く手入れしないからね、姫路レザーはもう触ってた勝手にツヤ出
出てくるんで、どんどん使っていただければなということで、まあ、他にもいろ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 いただいたんですけども、一部をねちょっと抜粋してお話しさせていただきました。で、極力ね商品に関しては僕嫁ゾーンにずっと言ってるんやけど、とにかく早く出しなさいと、早くお客さんのところに送りなさいって言ってて、なんでって言われたら、買った時ってやっぱり買ってすぐ欲しいじゃないですか。やけどなんか1週間も2週間も待たされるのってやっぱ嫌やから、あるものはとにかく送れと、すぐに送れって言ってて、まあ今まだ出来上がってない予約商品とかは仕方ないんですけど、とにかく早く送りなさいっていうのと、あとやっぱオンラインでやってるから、どうしてもサイズが分からへんとかってなった時は、もうとにかく送料とかも全部こっちで負担するから、まあ、納得いくまで交換してもらったりとか返品してもらったらいいかなっていうのはね、僕はそういう風に思ってて、やっぱオンラインであるところの良さってどこでも買えるとかやけど、やっぱ微妙なとこってやっぱサイズ感分からへんとかってあると思うんで、一回一回交換するのに送料かかるとかってちょっと面倒くさいじゃないですか。だからもう送料とかも全部僕は負担するんで、納得いくまでね見ていただきたいなと思ってます。で、また今月もねいろいろとお支払いさせていただきましたよ。これ毎月発表しますけど、そんだけ日本の会社さんがねちゃんと売り上げとして貢献できてるのでね、そういうところは皆さんに購入していただいた方にもね、あそうなってるんやっていうのを、ね、より実感していただきたいなと思いました。で、お話していきます。まず64万5150円ということで、次27万3900円、そして、75万8340円ということで、次は22000円、とある商品のねサンプル代なんですけど、サンプル代で次が、これ65970円、これはね、ブレスレットがあるんですけど、ブレスレットの箱ですね、箱代ということでなってたりだとか、それ以外にあと次204000円ということでね、6円というのがあったりとか、それ以外にも155045円、これはステッカーですね、ジャパンメディアのステッカーがあるんですけど、まあ、これもやっぱお金かかってるんですけど、まあ、なんかねちょっとシールとか貼ってもらったりしたら嬉しいなと思うし、僕もねヘルメットのところに貼ってあるんですけどもね、まあ、なんかどっかに、ね、貼ってくれたら嬉しいなと思います。で、次がねこれはサンプルの部品代かな、ファスナーって書いてますね、ファスナー2103円ということで、で最後がこれが木箱ですね、82780円ということで、この木箱はロンティーとか T シャツとか買っていただいた方に向けて作ってるやつなんですけど、もう廃盤、 T シャツとかロンティーが廃盤になるんで、もう木箱もねもうそろそろ終わりになっちゃうはなっちゃうんですけど、次回が9月に入荷あるんかな、その9月の入荷で木箱はおそらく終わりになっちゃうと思うんですけど、また楽しみに、ね、していただければいいかなと思います。ちなみにねこの木箱なんですけど、僕ね今までこの木箱作ってたら、ここにサインくださいとかって言う人ってもしかしたらいてるんかなとかって思ったけど、一人もいてません、誰もいてない。サイン色紙にサインくださいって言われることはたまにあるんだけど、この木箱なんかにこうサインしてるのかっこいいなと思ってね、サインくださいって待ってるんだけど、誰一人言ってないんでね、まあこれもねもうほんまに最後なんで、どういう使い方したらいいですかって聞かれたりするんやけど、まあ、僕着物イメージしてたんで、なんか娘さんからもらったね手紙とか入れてもらってもいいですし、それ以外にもこう大事な書類とか通帳とか、印鑑とかこの辺全部入れとくっていうのもいいんですけど、まあ、そういったなんかどうせやったら大事なもの入れるようにね使っていただければ嬉しいかなということで作っておりますと。でね、また来月は結構いろいろ新作出てきたりとか、この秋冬に向けてガガガッと出てくるんですけど、服以外にも出てきますのでね、また楽しみにしていただければ嬉しいですし、その随時新作はインスタと商品ページで、ね、どんどん追加していってますので、まあ、気になる方はまた下の説明欄から見ていただければ嬉しいなということで、本日はですね2022年7月の売り上げを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。We can.